皆さん、こんにちは。今年7月に熱愛報道が出た女優の綾瀬はるかさんとストーンズのジェシーさん、双方の事務所が交際について否定しなかったということで、真剣交際だと話題になりましたね。しかし、ジェシーさんが別れを切り出し、現在破局間近だと言われているのです。その理由が、綾瀬はるかさんが入信したと言われている宗教への宗教観の違い。今回は、綾瀬はるかさんが信仰していると言われている宗教についてや、宗教観の違いで破局されたカップルについてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。お二人の交際については、今年7月、女性セブンにて報じられました。二人は2022年8月に公開された映画リボルバーリリーでの共演をきっかけに出会い、交際につながったようです。同映画はハードボイルド作家永浦教師の代表作を映画化したアクションサスペンス作品。二人は敵対する役どころで、劇中では幾度となく戦闘シーンを繰り広げていました。本格的なアクションシーンをあうんの呼吸でこなした二人は、映画のクランクアップ後に個人的に連絡を取り合うようになったといいます。お互い立場がある二人は、なかなかすぐに交際というわけにはいかなかったようですが、完全個室のお店で食事会をするなど友人付き合いから始めていったそうで、慎重に丁寧に関係を作っていったそうです。綾瀬さんはこれまでインタビューなどで恋愛観や結婚観を率直に明かしてきた一方で、浮いた噂からは遠い存在でもありました。過去には大沢たかおさんや松坂桃李さん、韓国人俳優ののミヌさんらとの関係が取り沙汰されたこともありましたが、いずれも否定してきました。ただ芸能関係者は、今回については、単なる交際や熱愛発覚といった浅いレベルではない、二人はかつてないほどお互いに真剣に向き合ってたくさんの時間を一緒に過ごしているのですと語っており、続けて、ジェシーの年齢は学年で言うとちょうど綾瀬さんと一回りした。でも彼はとにかくマメで優しい。綾瀬さんが家事ができなくても、いいよやるよと自分が立ち上がるタイプです。そんなところも波長があったんでしょうとも話していました。綾瀬さんの所属事務所は、女性セブンの取材に、プライベートは本人に任せておりますと回答しており、一方ジェシーさんは設立したばかりの個人事務所ズドンを通して、プライベートはお任せください、仲良くさせていただいておりますズドンと決め台詞付きでコメント。ジェシーさん本人が代表取締役を務めるため、お任せくださいとコメントされているのでしょう。お二人の好感度の高さからか、熱愛に関して世間からは肯定的な意見も多く見受けられます。しかし現在、綾瀬はるかさんが信仰していると噂の宗教と、ジェシーさんの宗教観の違いで破局寸前ではないかと言われているようです。一体真相はどうなのでしょうか。綾瀬はるかさんが入信したと言われている宗教は、清水文香さんが出家電撃引退をされたことで話題になっていた幸福の科学です。その噂の元となったのは、幸福の科学の総裁である大川隆法氏が出版した書籍でした。その書籍は、景気を良くする人気女優綾瀬はるかの成功術というタイトルで、2015年に出版されています。大川総裁氏は過去の偉人から現代の著名人に至るまで、あらゆる人の守護霊を自分に乗り移らせて対談することができる能力を持っていると言われているそうで、その力を持って綾瀬さんの守護霊と対談し、その話を本にまとめたものなのだそうです。許可もなく勝手に出版されたものであれば、何かしらの対処をされそうなものですが、特にそういった情報はないこともあり、これがきっかけで綾瀬はるかさんは信者なのではないかと噂されているようです。この噂がもし本当であれば、ジェシーさんとの破局もあり得るのかもしれません。というのも、宗教観の違いで破局に至ったと言われている
芸能人は他にもおり、綾瀬はるかさんと同じホリプロダクションの石原さとみさんも創価学会の信者という噂があり、破局の原因につながったとの報道もされています。石原さんはご両親も創価学会の信者のようで、彼女が信者である可能性はかなり高いとされています。石原さんの本名は石上邦子とされているのですが、その邦子という名前の名付け親が創価学会の池田大作名誉会長だとも言われているようです。そればかりか、芸名の石原さとみという名前も池田名誉会長がつけたとされているのです。宗教観の違いが原因で破局を噂されたお相手は、ライブ配信サービスショールームの前田裕二社長。18年5月頃に文春から熱愛をスクープされました。同9月にはフライデーがマンション内同棲状態を伝えており、当初業界内でも結婚秒読みと言われていましたが、19年7月には破局が報じられます。この報道についてマスコミ関係者の間では、石原さんの束縛、また宗教観の違いなどが理由で別れたと見られているようです。しかし、なぜ宗教に入信することが破局につながると言われているのでしょうか。それを紐解く宗教の裏側をお笑い芸人永井秀和さんが語ってくれているようです。22年11月17日発売の週刊新潮で、お笑い芸人の永井秀和さんが創価学会の裏側を告発し話題となっていました。永井さんは両親ともに創価学会員で宗教2世として育ちます。そんな永井さんが元信者として暴露した金集めの実態はかなりえげつないものでした。永井さんの告発によると、両親は熱心な学会員で、実家は信仰道場となり、常に学会員が出入りしていたといいます。小学3年生の時に東京創価小学校へ編入して以来、創価中学、創価高校、創価大学と創価学園の中で純粋培養された池田大作チルドレンとしてブレイクした芸能人と言われていました。そんな創価学会の学会員の献金の目安は収入の10分の1で、収入が低ければ低いほど負担が大きくなるという構図。永井さんはこれを消費者金融の金利にちなんで宗教統一と名付けています。そんな永井家では仏壇を3基も購入し、仏壇関連だけで約2000万円も使ったとしており、そして統一教会の壺100万は安すぎて学会員はピンとこないのではとまで語っているのです。それほどにまで高額な金額を献金するとなると、一度交際を見直そうと思うのもうなずけますね。いかがでしたでしょうか。幸福の科学に入信したと言われている綾瀬はるかさん、宗教の自由はありますが、今まで一般的に暮らしていた方からするとお金の面でも戸惑いがあると思いますし、一筋縄ではいかないのかもしれませんね。綾瀬はるかさんとジェシーさんが宗教観の違いで別れを考えているという確実な証拠は見つかりませんでしたが、入信が事実となると別れも考えざるを得ないかもしれません。今後の報道とお二人の動向に注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。